日本の反撃能力がいよいよ始動となる中、日本与野党での討論が行われた。今回は反撃能力についての各党の意見を詳しく見ていきますね。どの政党が賛成か反対かはもともと分かっていた感はありつつ、完全な反対はやはりあの二つの党は。ウクライナ侵攻を見ていると、総合的に強化が必要になることがわかります。国会で討論すべきことがたくさんあるはず。2022年10月16日に放送された NHK の番組において、与党の自民党、公明党をはじめ、立憲民主党、日本維新の会、日本共産党、国民民主党、れいわ新選組から各1名、合計7名が参加する安全保障をめぐる討論が行われた。今年2022年は、北朝鮮が年初より多数の各種のミサイルの発射を行い、また、9月末から今月10月にかけても同様であり、さらに、10月4日には、日本上空を、これまでで、最長の飛翔距離約 4600km の中距離弾道弾も通過した。こうした北朝鮮の行いは、9月26日から、アメリカ海軍の航空母艦、ロナルド・レーガンらの空母打撃群が、韓国軍との合同軍事演習を日本海で挙行したことへの反発とみられるが、北朝鮮のミサイル発射能力の向上をも痛感させられた。10月4日の火星12号の進化版と、おぼしき中距離弾道弾は、今回の飛翔距離から推定しても、アメリカのアラスカやグアム島までも、到達可能な性能を有していることが伺え、また、今後は、潜水艦に搭載可能な SLBM の実用化も伺う段階であることも誇示した。こうした新型のミサイルでなくとも、最近の北朝鮮の短距離弾道弾にしても、確実に、以前よりも、発射の頻度が向上していることが伺え、日本が備えている、イージス護衛艦からの迎撃ミサイルの発射に対しても、これを飽和攻撃で突破する、可能性も指摘されている。そうした情勢下で行われたのが、今回の NHK の討論番組であり、北朝鮮のミサイル発射を念頭において、今後の日本の防衛力、政策のあり方、つまり、かつての敵基地攻撃能力、今は、反撃能力について、7党の7名が、見解を述べたものだった。まず、自民党からの参加者は、かつて防衛大臣を務めた経歴を持つ小野寺氏で、従来とは、仮想敵国の攻撃手段、方法も変化しており、それに応じて、日本も反撃能力を保有し、その保持を示すことで、抑止力を得るべきだとした。国としての自衛隊の専守防衛の立ち、位置は堅持するとしつつも、交渉そのものが成立せず、核兵器やミサイルによる、恫喝に訴える国に対しては、国民保護の観点から、アメリカ等の同盟国との連携を強化すべきとの主張を続けて展開した。ついで、公明党の佐藤氏は、すでに日本に飛来するミサイルのすべてを、現有のミサイル防衛の範疇で防ぐことは困難としつつ、その抑止に向けた反撃能力を、日本が保有するにし、路線守防衛は貫き、最小限の、必要な措置に止めるべきだと述べた。このあたり自民党や公明党の政権与党であっても、闇雲に、日本が反撃能力を保有するだけという、主張に捉えられないよう、あくまで自衛隊が掲げる、専守防衛という姿勢は、崩さない前提で、論理を展開させていたと感じられる。日本維新の会の青柳氏は、日本が反撃能力を保有することには、抑止力の観点から、全面的に賛成だとした上で、今の政府、防衛省が進めるスタンドオフミサイル構想よりも、敵国は、アメリカ海軍の一隻の原子力潜水艦の方が、脅威だろうと述べた。したがって、
仮想敵国に対して抑止力を発揮させるには、スタンドオフミサイル等ではなく、地上への打撃力を有した潜水艦を配する方が有効だと唱えているように思えるが、これが戦略型か攻撃型かどちらの原子力潜水艦を意図しているのかは判別できない。立憲民主党から参加の現要旨は、党として反撃能力の保有の是非は保留中と前置きをしつつ、個人的には抑止力の源泉となる反撃能力の保有については排除することなく、議論を深めていきたいとの見解を示すに留めた。ただし、日本が反撃能力を有するということに、必要最小限という前提はつけたものの、仮想敵国が攻撃を躊躇し、戦争に踏み出すことを思い止まらせる抑止力となるとも述べており、今後、党内で慎重な議論を経て決める方針だとした。このあたり、今の立憲民主党に至るまでの政党としての変遷、そこに所属していた議員等を思い浮かべると、かなり現状を認識するリアリストになってきたようにも映るが、前提にあるように、あくまで個人の意見とする点も忘れてはならないだろう。日本共産党の山添氏は、与党が唱える反撃能力について、それは、すなわち、日本側からの先制攻撃をも可能とする、好戦的で危険な考えで、これまで堅持されてきた専守防衛の理念にも反し、全面戦争につながりかねないと、その保有に厳しい反対を表明した。国民民主党の前原氏は、これまで日本が堅持してきた専守防衛の理念崩すべきではないとし、あくまで他に取るべき手段がない場合にのみ、敵国への基地攻撃を行うか否かを憲法に照らして議論をすべきだと主張した。そして、もし仮に日本が反撃能力を保有したとしても、単独でそれを用いるのではなく、あくまでアメリカを含めた日米の軍事同盟による連携と協力のもとに、それらの反撃能力は置かれるべきとする見解を示した。そして、最後の令和新選組の櫛渕氏だが、今の事項による反撃能力の保有を目指す方向は、仮想敵国との戦争に至らないように、危機を回避する最大限の努力を怠っており、一方的に議論を進めているのではないかと疑問を呈した。そして、そうした方針は、確実に戦争を呼び込む方向に進み、従来の専守防衛の理念を脅威に対抗する防衛に変化させるとの名目のもと、実質的な日本の防衛戦略の変更につながり、それは、事実上、憲法の改憲になりかねないと、反対の姿勢を明確にした。こうして、7党、7名の代表者の日本の反撃能力の保有についての見解を並べてみると、当然といえば当然だが、自民党、公明党、日本維新の会の3つ、いわば現在の日本の政治勢力の中で、保守寄りとされる党が、おおむね賛成をしている。逆に、明確に反対の立場を示しているのは、日本共産党と令和新選組であり、立憲民主党は、党としては、その態度は保留中であり、国民民主党はどちらかといえば、反対に近い形で、かなり消極的に検討するという態度に見える。こうした反撃能力の保有の是非をめぐっては、冒頭で述べたように、北朝鮮による各種ミサイルの乱射や、台湾有事に連動した南西諸島の島嶼部への中国の侵攻の可能性から、これまでは議論されていたのが実情だったと思える。近年多くの日本人は、今後は世界でもある程度の規模以上の国同士が、実際の戦争に及ぶ可能性は極めて低いと感じていたが、今年2022年に生起したロシア・ウクライナ戦争を目の当たりにして、専制国家は
これを踏み越えてくると再認識した。その意味からも、日本が反撃能力を備えることに反対を唱える日本共産党や令和新選組が、以後の選挙で議席数を今以上に獲得することが困難となったであろうことは、一面においては日本全体にとっては幸いだと言えるかもしれない。令和新選組など、今回のロシア・ウクライナ戦争に対しては、そこかしこに見られるロシア擁護の陰謀論と変わらぬ主義主張を繰り返しており、その組織としてのあり方は、今や連日目の敵とされているカルト教団の、それと大差は感じられない。また、ロシア・ウクライナ戦争といえば忘れてはならないのが、今は日本維新の会に所属する鈴木宗男氏であり、その筋金入りのロシア擁護の言動を見るにつけ、日本維新の会が彼の人物を野放しにしている感覚は理解に苦しむ。こうした流れでいけば、次の選挙等でも日本維新の会の得票率を下げる効果しか、鈴木宗男氏の存在は及ぼさないようにしか、はた目には見えないのだが、それでも彼が持つ1議席の方が遠い。